Hello there. ケビン、あなたの時代に人類の味方をする律者はいた？いなかった。でも、この時代にはいる。しかも一人じゃないわ。それで？それは、この時代が崩壊に勝利する鍵になるわ。崩壊は決して簡単に勝てるようなものではない。それに崩壊に勝つということは、律者が存在しなくなることを意味する。君が口にした人類の味方をする律者たちは、その犠牲になる覚悟があるのか？メビウスのことを少し話してもらえる？彼女に気をつけろって言ってきた人が結構いるの。彼女は火を追う蛾の最初のメンバーの一人だ。メイの才能に気づき、メイに組織を紹介したのも彼女だった。彼女は火を追う蛾で何を担当してたの？科学研究だ。その言葉に含まれるものは多すぎるわ。彼女が行ってきた研究のほとんどは知られていない。聖痕のことも。途中であの事故がなければ、火を追う蛾は最後まで何も知らなかったかもしれない。聖痕もメビウスが開発した技術なの？彼女は聖痕の原型を作った。しかし、もし彼女の方向性のまま研究を続けてたら、聖痕は君が今知っている姿とは異なっていただろう。振り向かずに行っちゃったわ。彼は誰に対してもそうなの？昔の彼を知ってるの？なら、仮面をかぶってない彼を見たことは？どんな感じだった？